やってやるよ。やつに頭こされるのは気になれ。だからここに来たんです。俺は格闘家の新時代をつけてその主役になれると思います。ブレイキングではね、その可能性があると思います。だから俺はここにいました。俺は新しい時代をつけて格闘家がちゃんとスポットの当たる舞台にできると思います。ブレイキングではそれだけです。やりましょう。おめえも打撃で負けるの怖いんだろ、この野郎。MMA で打撃で戦っていいよ。お前、どんだけビビりなんだよ。打撃じゃできねえよ。どうすんの？俺やるなら MMA でやるよ。どうする？やるか。やってやるよ！これ、それでルール決まるのか。MMA しちゃこっとに負けんじゃねえぞ。モサイルはスピードあります。ヒロヤ実際面白い展開ですね。ヒロヤか、それともキックの富澤か。30秒前、間違いなく難しくあれば左ストレート、更新の左ストレート振る。まあさすがだね。勝者ヒロヤ選手、すべて赤に入りました。インタビューいいですか。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。やっぱルール的になかなか厳しかったですかね。いや、もう喧嘩で負けましたよね。本当に10秒じゃなかったら僕はもう喧嘩で一方的になれてるだけなんで、もうちゃんと喧嘩で負けました。僕の負けです。でもこのルールに挑戦して、しかもヒロヤはもうプロでもやってる選手だからね、はい、そこに挑戦した姿かっこよかったです。
できればね、打撃だけの試合を次見たいですけどね。僕はぜひやりたいですね、うん、次のブレイキングダウンで俺はちょっと押したいなと思いました。ありがとうございます。なんかあの生き様がかっこいいなと思います。なんでこれであのめげずに頑張ってほしいなと思うんで、はいはい、また待ってます。はい、ありがとうございました。クレア、おめでとう。さすが、しっかり、さすがだね。ちょっとプレッシャーもあった。ちょっとプレッシャーがあったすごくて、オーディション決まってから、ね、正直ね、マジでその今の立場でブレイキングダウンに出てくのって本当にリスクしかないし、なんか勝って当然だし、自分の土俵でやってるので、やっぱ普通のブレイキングダウン の、まあ、最近はなくなったんですけど、 MMA は最初はあったじゃないですか。キックボクシングがメインになってきて、まあ、やっぱりその MMA ルール今回僕とあの富澤君でやって、やっぱり自分の土俵なんだっていうのを、まあ、そのオーディション終わってからずっと毎日考えてて、やっぱりなんていうんですかね、勝って当たり前だと思うんで、やっぱりそこでも KO したかったし、その MMA 打撃を見せたかったんですけど、やっぱり富澤選手強くて判定まで行ってしまいました、ね、いやでも連戦、そのプロの試合を終えて3日4日、3日とかでよくやったよ。ちょっと休みだよ少しで、また一緒に練習しよう。はい、お疲れ様、おめでとう。スポーツを100倍楽しむなら BBET、 対戦結果を予想して当てろ。あなたは誰にベットする？信頼度、満足度、注目度ナンバーワンの BBET に今すぐ登録。